はい、ゾエンパートナーズの大森です。今回はですね、アジサイのお手入れのお話というふうな感じですね。アジサイをですね、皆さん好きなのかなというような感じでね、今回の動画はね、結構伸びるんじゃないかというふうな感じでね、今回の動画をきっかけにですね、私のね、他の動画を見ていただいてですね、かなりね、マニアックなお話ししているというような感じになります。今回はね、まあそんなにマニアックじゃないのかなというようなね、感じでね、いつもね、毎回ね、楽しみにマニアックなお話し、ね、楽しみにしている方はね、そんなにマニアックじゃないお話になりますんでね、今回はそんな感じとお話ということになっております。チャンネル登録までですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということでですね、今回も書いてありますね、こんな感じになっております。アジサイのお手入れなんですけれども、もうそろそろね、切った方がいいですよっていう風な感じのお話になってます。今日ね、撮影しているのは7月のね、もう1日でね、今日撮って今日出してるっていう風な感じになっているとは思うんですけれども、もうね、7月に入ったらね、基本的には切ってくださいねっていう風な感じになってます。ただしこれね、私が住んでいる関東ではそうなんですけれども、この間ですね、旅行にね、行ったんですよ。那須、栃木県、那須、塩原っていうところですかね。あそこに行ったらですね、アジサイね、ものの見事にまだ咲いてなかったんですよ。すごい咲いてないなと思ってね。結構やっぱりね、その地域によって咲いてるところもあるし、咲いてないところもあるし、その、要するにお花が終わったらすぐ切ってくださいねって私のね、チャンネルではね、常々言っているんですけれども、もうお花が終わり都度切ってください。関東圏、でっていつも言ってるんですけどね、栃木県も関東圏なんでね、まだ花咲いてないよっていうね、感じでしたんでね、正直びっくりしたっていうのがあるんですけれども、まあ、とにかくですね、花が咲き終わったら切ってくださいというふうな感じのお話になってます。私が住んでる千葉県ではもうね、終わりだと思ってね、切っていただいて結構ですっていう感じになってるんですね。で、アジサイはですね、花が落ちないんで、花がついている時に切った方がいいですよっていうような感じになります。で、花に見えている部分ね、なんかこうなってますよね。この絵でもね、こう書いてあるんですけども、この部分はですね、基本的にね、お花じゃないよっていうようなね、本当はね、お花じゃないっていうような感じなんですけど、まあ、あれがね、茶色くなっちゃったり、色が薄くなっちゃったり、なんか反り返ったりとかするんですよ。そうしたら、花終わりだなと思っていただいて大丈夫です。それで、切る。で、それの時期がですね、やっぱりね、地域によって違いますんで、それの状態を見極めていただいて、まあ、切っていただければ結構というふうな感じになっております。ただし、実はね、花に見えている部分は、萼片の変化したもので、装飾花というふうな感じでね、言われているものになっておりますんで、その部分が、終わってるっぽいな、と思ったらもう切っていただいてくださいというような感じですね。よくね、あるのが、その茶色くなっちゃってね、そのままずーっとね、なっちゃってるっていうのもあるんですけれども、あれね、見た目的にも良くないですし、翌年ねお花が咲きにくくなっちゃうとちょっとね、次のお話で出てくるんですけれども、そういうのになりますんでね、まあなるべく早めにね、切ってあげた方がいいですよというふうな感じになっております。で、あとはね、花の色、これねよく言われていることなんですけれども、土の酸性度によってね色変わりますよというような感じですね。酸性の場合はね青で、アルカリ性の場合はピンクというような感じになっております。ですんでね、この絵の土はね、絵を見ただけでね、土の酸性度がわかる、青ね、酸性地によっているんじゃないかというような感じになってます。今回の絵はね、だから土はね、酸性地にはね、ちょっと強めのところと、まあ大体ですね、その日本はね、よくのその弱酸性の土になってますよ。全体的にね、雨が降って、その雨にね、その二酸化炭素がね、溶け込んでてね、それで、雨が降りますんで、基本的には弱酸性の土が多いですよっていうような感じになってますんで、何もしてなければですね、基本的にほとんどのところのね、アジサイがね、青いんじゃないかなというような感じになります。もちろんね、その酸性値変えるためには、石灰撒いてみたいにね、そういうこともできるというような感じなんですけれども、まあ今回はね、なぜか青、なぜかというかね、まあ日本全国ほとんどそうだから青にしたというふうな感じになっております。で、ですね、リトマス試験紙覚えてらっしゃいますかね。リトマス試験紙、酸性値がね、こうね、そのpH値がね、酸性によってるかアルカリ性によってるかっていうようなね、酸性値ね、あれ測るリトマス試験紙あるんですけれども、あれとは逆なんですよね。それでね、覚えたいんですけども、逆だったらもう逆に覚えられないよって思うんですけど、リトマス試験紙は逆で覚えればいい。逆で覚えればいいっていうのも難しいんでね。逆で覚えたくないっていうのが本音だと思うんですけれども、リトマス試験紙は逆です。アカシアサンマっていう風な感じでね、覚えるそうなんでね、そういうことならしいんですけれどもね、うちの妻が言っておりました、アカシアサンマという風にね、リトマス試験紙を覚えるというような感じで、アジサイは逆です。で、お花の咲き方なんですけれども、旧枝咲きという風な感じでね、言われているものでですね、この下にね、
描いた線が引いてあるんですけれども、今年伸びた枝の先端付近に来年の花芽がつきますよという風な感じになります。ですのでほとんど切れないと、お花が見たければほとんど切れないというような感じになります。ですんでね、切るときにね、よく言われるんですけれども、二節のところで切ってくださいね。これね、書いてある絵もね、ちょうど二節のところで切ってるんですけれども、別にね、花取るだけでもいいんですよ。二節でもいいです。三節でもいいです。これ先端付近になるっていう風な感じなんで、どこまでお花の芽がつくかっていうのは、もうそのね、木のその枝の、その株のね、それによってとしか言いようがないんですよ。ただ、二節ぐらいまでやっとけば、まあほとんどね、そこぐらいまではついてるよね。一個目、二個目、三個目、四個目。その辺ぐらいまでは大体ついてるから、まあ2個目まででね、1個そのね、芽取っちゃうぐらいだったら、その次のところからはね、出やすいよね。しかも、分かりやすいよね。だからそうしてるっていう風な感じになります。まあ、一応ね、まあ2つって覚えとけばね、いいんですけれども、まあ一応ね、そのね、あの理論上ではですね、伸びた枝の先端付近に、翌年ね、花がなる芽が出て、そこから伸びて、そこの先端に花がなると。いう風な感じになってますんでね。まあこれもね、一応覚えておくといいんじゃないかなとは思っております。で、その次ですね、花のつかなかった枝に関してはですね、上記、今言った話の理由があるから切らない方がいいよと。要するに花があるから切っただけで、花がなってないのであれば別に切る必要ないと。なぜなら、枝の先端付近ってどこなの？先端だけなの？それとも2個目までなの？ 3 個目までなの？ 4 個目までなの？これは花に聞かなきゃわかんないし、その環境によっても違いますし、枝によっても違います。だからわからないのであればやらなくても、そこが伸びたら花がなる可能性があるよねっていう感じのお話になっております。ですんで、お花がね、なってなければまあ別に切らなくてもいいのかなっていうような感じのお話になります。ただね、全体のこのね、樹形っていうのもありますんでね、丸くしときたいのであればね、全部一律でね、2個目のところバン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 って切ってあげれば大体ね、こう丸くなりますし、なんかね、こうどうしてもなっちゃうんですよね。こうね、あっちは伸びてこっちは伸びないみたいなね、なっちゃいますんで、それ嫌だったら、あ、まあ切ってあげてもいいのかな。ただね、お花を 100% ね、もうやっぱもう限界値までね、お花出したいよっていう風な感じであれば、あ、切らなくてもいいのかなとは思っております。まあ切ってもいいのかなとも思いますけれども、切らなくても大丈夫ですよというふうな感じになっております。でその次ですね、花のつきが悪くなるんですよ、だんだんで。そうするとですね、もう更新してあげなきゃいけないと、その枝自体をね、その伸びた枝自体を更新してあげなきゃいけないっていうところになりますんで、5年に一度、まあ大体ね、2年3年ぐらいから、まあ5年6年ぐらいっていうふうな感じで言われてますんで、まあ大体そのくらいで、ね、何年なんだっていう話なんですけど、だからそれもですね、要するに環境によっても違いますし、枝のね、花つき悪くなったなと思ったらやればいいんですよ。そうじゃなければなんとなく5年だったらね、分かりやすいんじゃないかなって。5の段がね、一番掛け算分かりやすいと思いますんでね、今年2022年か、じゃあ2027年からとかね、なんかね、2025年からそれ始めればいいのかなとかね、5、10、15、20みたいなね、まあ覚えやすいんでね、まあそんな感じでいいというところです。ただね、その物自体ね、花つきがどう見てもこの枝悪いなっていうのがね、もう露骨に分かったようであれば、別にそこを無視して切ってあげてもいいんですけれども、まあなかなかね、その、もう本職のね、植木屋さんとかね、あとね、その、もうずっとアジサイだけが大好きで、毎日見てます。みたいなね、人とじゃないと思いますんでね、大概の方はね、そういう方だったらもうずっとね、こう集中してね、見ていただければいいんですけれども、まあそういう方ばっかりじゃないんでね、まあおよそね、覚えやすい、わかりやすい、そっちの方がいいと思いますんで、まあざっくり5年ぐらいでね、更新してあげると。で、更新もですね、そのね、下から何段目とかっていうような感じの話もあるんですけれども、もうそれわかりにくいんでね、色が変わってるところまで切ってあげるっていうので大丈夫です。色が変わってるところまでがね、もうだいぶと古くなってるところになりますね。そこまでやって、さらにそこから新しいのが出てきて、そこから花がついて、そこをね、どんどん更新して、さらにまたそれを戻すっていうのを繰り返すと、まあ、よくですね、あの地面のところから切ってもいいですよっていうような感じで言うんですけれども、それだとね、ちょっとね、あの怖いよっていう方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思います。ちなみにそっちでも大丈夫です。地面のところからボンと切っちゃうっていうのでも大丈夫なんですけれども、一応ね、やっぱり怖いよっていう方多いんじゃないかなと思いますんで、色が変わってるところまで切ってあげるっていうので、分かりやすいから覚えやすいんじゃないかなと思いますんで、それでも大丈夫というふうな感じのお話になります。ですんで、花つきが悪くなったらね、そこまで切り戻してあげる、露骨に分かればね、分かればそこまで切り戻してあげるし、そうじゃないのであれば、まあ5年に1回ぐらいね、そういう風にやって、もちろんその次の年はね、それ花なりませんからね、枝の先端付近にこう伸びたところ花になりますんでね、5年に1回はね、だから花見れないよっていう感じになっちゃいますんで、それ嫌だったらそれ交互に繰り返す。
その花付きがまだいいやつは残しておいて、花付きが悪くなった隣のやつをね、もう下から切っちゃうみたいなね、そんな感じでね、交互にこう更新してあげるっていう風な感じのやり方もね、一応はあるんですけれども、まあそこまでね、できればそういう風にしてあげたら、その要するに更新もできますし、毎年花も楽しめるんですけれども、わかんないなっていう感じの方であればね、全部やった方がわかりやすいんじゃないかという風な感じのお話をしているだけですんで、まあそんな感じでね、覚えておいていただけたらなと思っております。あとね、先ほどちょっと言ったんですけれども、花をつけたまんまにしとくとですね、花芽分化期っていうのが遅くなっちゃって、翌年の花の月が悪くなるよっていうことがあるんですよ。ですんで、必ずですね、その一節二節とかね、なんかよくわかんないよって、もうどこまで切ったらいいのかわかんないよ、その色がなんとかかんとかって言ってくるしってね、思われてる方、とにかくね、もう花が咲いてね、もう見たなって、色変わったな、もうそしたら花だけこう取ってください、全部。全部、とにかく花を取ってください。そうしたらまた翌年もね、そこのところの根からね、こう花なりますんでね、そうもう繰り返してください。で、でかくなったなと思ったらね、小さくする。そのぐらいの感じでも大丈夫ですんで、結構ね、アジサイね、基本的に強い木になりますんでね、まあそのぐらいの感じでやっても大丈夫ですし、切ったやつをね、こう地面にやっといても結構ね、そのまま出るっていう風な感じでね、言われているような感じの木になりますんでね、まあそのぐらい強いんで、まあそのぐらいの感じでも大丈夫というような感じになります。ただし、花をつけたまんまにしとくと、花芽分化期っていうのがね、遅くなっちゃってね、で、花付きが悪くなっちゃうことがありますんで、とにかく花だけはね、全部取っちゃった方がいいよと。花が終わったタイミングっていうのは、ね、千葉県内だったらもうほとんど終わってると思います。で、それ見分けるためには、さっきも言ったんですけれども、花のね、この色。花じゃないんですけどね。まあでもそれは花だと思ってください。花のね、この装飾花と言われているところね。まあ要するに花ですよね。あれの色が悪くなったらもう切っちゃうというような感じになります。で、その次ですね、秋から冬に切りたい場合は、6月から7月に花を先に取った後に、花芽を確認しながら切ると。今のね、要するに花を全部取っちゃって、その後やっぱ、もうちょっとなんかこう形よくしといた方が良くないっていうのに、もう急に気がついた時にですね、でももう季節はもう冬ですみたいなね、その時にはですね、その要するにその花芽がね、これもうでかくなってますんでね、葉っぱの芽と花の芽って基本的にその形違いますんで、花の芽はねこう丸いんですけれども、葉っぱの芽はこうとんがってるんですよ。だからもう見ればわかるんですよ。見ればわかります。これが花芽か、これが葉っぱの芽か、じゃあこの花の芽を残して切ればいいんだなっていうような感じで切れますんで、その秋から冬ぐらいに切った方がですね、実は、そこどこが花になる可能性が高い芽なのかっていうのが分かりながら切ることができますんで、実はね、初心者の方はこっちの方がいいのかなっていう、もう、それもね、もうそのなんか自分のね、なんかあれだと思いますんでね、どっちが正確に合ってるかっていうところで判断していただくか、忙しいかとかね、兼ね合い、生活のね、兼ね合いあると思いますんでね、まあとにかくね、なんか2つって言ってたし、花だけ取りゃいいって言ってたし、なのか、花芽を見ながらね、これなのかっていう風に切るのかね、自分の性格にね、生活にね、性格と生活に合わせてね、切っていただけたらいいんじゃないかなと思っております。あとはですね、株の本数多くなりやすいんで、古い枝は地面のところから切った方がいいですよ。今まで言った理由があるからこそ、古い枝はですね、花芽、ね、花がつきにくくなっちゃったりとか、まあちょっとね、太くなっちゃってね、全体のバランス悪くなっちゃったなみたいな感じだったりとか、なんかやけに大きいなみたいな、この枝だけやけに大きいなみたいなやつは、もう基本的に地面のギリギリのところからね、切ってあげて、枝のね、この株がね、どんどん増えるんですよ。そしたらなんかね、もう最初はこのぐらいだったのにね、気づいたらもうなんか、すごいですみたいな、結構よくあることなんでね。なんで、まあ、多くなりすぎたなと思ったらですね、その株ごとね、そのね、ちょっと減らしてあげる。本数を減らしてあげるというのがいいよというような感じのお話になっております。あとはですね、これね、最後のお話ね、あんまりね、このアジサイのお話してる人はね、あんまりしてないのかなと思うんですけれども、毒あります、毒。アジサイね、毒があります。全部にあるって言われているんですけれども、一応何の毒があるのかっていうのはね、まだ実は発見されていないというような感じのお話になっててですね、特に葉っぱ、根っこ、つぼみに毒が含まれているよというふうにね、言われています。で、これ事例がね、出ててですね、その厚生労働省のホームページ見ていただければですね、こういうのでね、アジサイのその中毒になっちゃったのが、なんか何年何月に起きましたよっていうのがあるんですけれども、これ葉っぱでですね、作るね、アマ茶っていうのがね、あるそうなんですけれども、ちょっと私ね、飲んだことないでね、ごめんなさいね。これでですね、中毒になっちゃったよっていうね、子供たちがね、たくさん100人だか200人だか一気にね、こう出ちゃったよっていうような感じの事件があったりとか、あとはね、このなんかね、添えてある、葉っぱをね、こう添えてある料理とかね、そういうのもね、注意しといていただけたらな。もう誤って口に入れちゃうとですね、根っこだったりとか、つぼみだったりとか、葉っぱをね、誤って口に入れちゃうとですね、こうね、戻しちゃうっていう風な感じのね、その症状が出るというので、その中毒になっちゃうっていうのがあるそうなんでね、ぜひとも気をつけていただければいいんじゃないかな。
まあ、まあ食べないんじゃないかなとは思うんですけどね。ちょっとまあ、お子さんがね、いる家庭であればね、もうなんかね、構わず口に入れたりする時期ってありますんでね。うちね、息子、まあでもうち庭にアジサイないんでね、とりあえず大丈夫なんですけど、うちのね、実家に行くとね、アジサイしか木がないんですよね。だからアジサイを見ながらね、もう散歩してたらね、しないようにね、一応気をつけていただければいいんじゃないかな。まあ、口に入れるだけだったらね、まあ、そんなにね、あれなんですけど、飲み込んじゃったりとかっていう風な感じになるとね、まあ、ダメだよという風な感じで、まあ、口に入れるのでもね、まあ、控えた方がいいんじゃないかなと思いますんで、まあ、食べ物じゃないんでね、口に入れないとは思うんですけれども、まあ、小さいお子さんね、いらっしゃる、私の家のようにね、小さいお子さんがいらっしゃる家庭はね、ぜひとも気をつけていただきたい。あとね、その、要するに観葉植物みたいな感じでね、鉢でね、育てて、家の中で育ててるよっていう方もね、いらっしゃるかもしれないんですけれども、そういう場合はね、小さいお子さんいるときはね、手が届かないところにね、置いといていただけたらな。手が届かないと思ってね、こう置いといたんだけどね、気づいたら捕まり立ちして食べてたみたいなね、そういうこともあるかもしれないですしね。いつもねハイハイしてたらね、身長なかなかどのぐらいなのかってね、わかんないかもしれないんでね、まあ、ぜひとも注意をしといていただきたい。プラスですね、あとね、最近ね、お客様のところに行くとですね、よくあるお話というかね、よくあるんですけれども、初孫がね、生まれてね、今ハイハイしてるんですよっていうようなね、ご家庭だとね、もうその、要するに、葉っぱちぎって食べる大人は基本的にいないはずなんでね、そのまま置いてるっていうパターンも結構あると思うんですよ。そういったご家庭はね、特に注意していただいてですね、やっぱりね、ハイハイする子供ね、いるとね、何でもかんでも落ちてたらね、もう訳もわからず、とりあえず食べてみるっていうね、謎の行動をこの、ね、子供たちは、ね、必ずしますんでね、2、3歩歩いて食べてみる。ね、2、3歩歩いて食べてみる。振り返って食べてみる。ね、そういうことしてきますんでね。まあ、ぜひともね、その、お孫さんがね、それでね、なんかその、体調悪くなっちゃったって言ったらね、もう、悲しいなってみんなね、思いますんでね。まあ、ぜひともね、注意をしといていただいてですね、見るときは見る。孫が帰ってきたら全部片付ける。こういう感じでね、していただければいいんじゃないかなと思っております。ということでですね、本日はアジサイのお手入れのお話をしております。花が終わったらすぐ切ってくださいねという感じのお話です。チャンネル登録前ですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録のもよろしくお願いいたします。ということで、本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。